本当になんかボブもロングも両方熱い。千葉に帰りたくなった。え、全然なってないよ。フェス勉強応援してほしいです。ファイト、ファイトファイトだ。それは、いや、私ももう少しでテストですね。一緒だから頑張ろう。こんばんは。ありがとうございます。今日は夏バテすぎてそうめん食べた夜ご飯そうめん食べました。なんかもう最近お肉がなんかね、もうお肉よりお魚よりお蕎麦とかそうめんとかになってる。なんか夏って痩せるよね、やっぱり。イエイ痩せる、いいね夏。こんばんは。そう、胃に優しい。もうそれがめっちゃいい。胃だけに。混ぜるよね。練習するけど、ご飯はなんかそういうなんかヘルシーなもの食べてるから痩せる気がする。痩せる気がするね。いいね。最近ツアーの練習で一回痩せて、なんか体重計乗ってないんだけど、普通に見た目で痩せたなって思って、でさ、なんかどこが変わったって、なんか足、普通になんか肩周りが痩せたって言われたの、周りの人に。結構医者さんとかにね、ここら辺が痩せたんだけど、なんか膝で痩せを実感した。なんか膝が変わって、なんか骨を感じる、やっぱ何言ってんだって感じ。膝が骨骨しくなった。そう、この間だって久々の制服の目で衣装がなんか大きくなってたんですよ。変わってなかったんだけど、自分が使ってた時から変わってなかったんだけど、衣装がなんかでかくなって感じたの、痩せたなって。でもなんか本当にすごい、運動ってやっぱすごいなって。めっちゃ食べてるんですよね、言うて。今日もめっちゃあれなの、お昼なんてあれなんですよあれ、コロッケ食べちゃった。コロッケパン食べたお昼になんかさ、いつもお昼はなんか甘いもの絶対入れるんですけど、初めて甘いもの食べなかった、お昼にコロッケパン食べた。
そしてさ、美味しかった、なんかめっちゃ美味しかった。私なんかしょっぱいパンあんま食べないんですよ。パンコーナーでしょっぱいパン見ないの、まず。なんだけど今日は珍しくしょっぱいパンコーナー行ってコロッケパン食べた、ね、めっちゃ美味しかった。なんかさ、給食とかにさよく出てたけどさ、よく考えたらさ、給食の時とか結構好きだったなって。めっちゃ美味しかった普通に。こんばんは。うん、そういうことか。やっぱ暑さか。暑さか。100回目ありがとうございます。なんだろう、メイク？そんな決まってない。何を使うとかあんま決まってないけど、ジルが多い。ジルとなんか本当に決まってない、何も決まってないな。なんかそんな、なんかメイク用品、メイク用品あんまこだわってなくて、全然新しいのも買わないの。だから全然こだわってなさすぎて、よくみやびちゃんとかに言われるんですけど、13、14歳の子たちにメイク用品少ないねって言われる。でそれぐらいなんかメイク道具全然なんか気にしてないんだよね。なんか全部一緒じゃない？メイク全部一緒じゃないってなっちゃう。なってる。さつきちゃんは本当にメイクすごい上手。メイクなんてな、全くしない JK の娘が心配。全然いるよ。メイクしない子なんて、しないでいいと思う。あ、でもそっか。でも高校によるか。メイクしちゃいけない高校もあるから、どうなんだろうね。何歳からがいいんだろうね。どうなんだろう、難しい。うん、こだわり全くない。なんかただ色、こういう色が好きとかあるよ。薄ピンクみたいな、結構青みがかってる感じの薄ピンクが自分的に似合うからよく使うんですけど、色ぐらい。ブランドで選ばないです。あ、このブランドがいいからこの中から選ぼうってよりかは、なんか本当に大体ネットで買うんですけど、ネットで
口コミとか見て、あ、この色いいなと思ってそうか。ただ小学校ぐらい、小高学年ぐらいからメイクし始めました。まあまあ、どうもありがとうございます。色でもよく分からずやってた感じする。うん、咳の残党がいてさ、あとちょっとで治りそうなのに、なんか謎の咳の残党がいる。こんばんは。たださ、この間、昨日だっけ、ほがちゃんと香水作りに行って、なんかめっちゃ今めっちゃ香水、めっちゃ香水、なんか今まで自分の好きな匂いつけてはいたんですけど、なんか作ったらもうなんか愛着湧いちゃって、香水に対して香水に対して愛着湧いちゃって、もうねめっちゃいい、おすすめ。うん、なんか別になんていうの、そんなめっちゃ咳出るわけじゃないけど、たまに出てくるたまに出てくる。こんばんは。なんかその香水作るところが、なんか匂いを知らされずにいろんな匂い嗅いで、なんか自分で好きなように調合するみたいなところで、なんか好きな匂いでもさ混ぜたらさ、なんか大変なことになりそうだなって勝手に思ってたけど、全然いい匂いだった。いい匂いといい匂いはいい匂いだった。まあ確かに美味しいものと美味しいものを一緒に食べたら結局美味しいから、まあそういうことなんだろうなって思いました。こんばんは。なんか何系かも分かんない。混ぜてるから。そう、混ぜてるからもう全然分かんない何系なのか。サタンどんな匂いって言われても混ぜたから分かんない混ぜたから分かんないなってなる。ナイス、ありがとうございます。
甘い系好きそう。あんまね、甘い系はあんまあれかも。甘い系はあれかもしれない。こんばんは。コガちゃん、ココハちゃんで好きな匂い混ぜてるから全然違う。すごいよね、なんか好きな匂いもさ、人間いろいろあるからすごいよね。こんばんは。こんばんは。めっちゃ楽しかった。普通になんか何かを作るって楽しいよね。だ、粘土とか結構好きでしたね。幽霊とかって匂い、幽霊匂いしないよ。幽霊は匂いしないよ。知ってた？知ってた？幽霊って匂いしないよ。納豆食べてない。なんかね、メールの返信かなんかでも納豆の日だけどみたいな書いてあったし、インスタの質問のやつにも納豆の日だからみたいな書いてあったけど、納豆食べてない。納豆食べてなかったって思った。うん、納豆は、あ、納豆じゃない、幽霊は幽霊は匂いしないよ。しないしない。物知りだよ、お皿。幽霊は匂いしないです。なんかミオさんについての質問あったから、ね、返すかどうか迷ってたんですよ。めっちゃあるからでさ、なんかやってよって言われて、ミオさんに今日会ったんですけど、なんか見るからなんか返してよみたいな言われて、でやったんですけど、本当に見るだけ。うん、見るだけ。なんかさ、これさ見てるよ、皆さん見てるけどさ、これ全然何もリアクションも返ってこない。何も返ってこない。見るからやっといてって言われたから、やった。本当に見るだけ。なんか帰ってくると思ったんだけどな。幽霊の匂い、え、私霊感ないんですけど、幽霊がいないことはないと思ってて、幽霊、うん、幽霊って言い方が良くないだけ。幽霊なんかお化けはいないじゃん。お化けはいなくて、幽霊はなんかいるかもしれないと思ってるけど、そんな、なんていうの、こっちの日常生活にまで介入してこないと思うんですよ、幽霊って。え、そうです。あ、そうなんですよ。あと、さくらさんからも何も返ってこない。さくらさんからも何も返ってこない。ゆずこさんからも返ってきたなんですけど、ちょみおさんとさくらさん、二人とも今日会ったんですけど、何も返ってこない。何も返ってこない。直接聞きましょうか。あ、そうも、ありがとうございます。
お化けと幽霊は違います。だからなんかよくなんていうの、幽霊だみたいなのあるけど、なんかそれは幽霊じゃない、ただのなんかなんか物が動いたとか、そういうやつ、そういうやつ。アイスありがとうございます。ゾンビはいません。ゾンビはいません。もうこれは言えます、ゾンビいません。なんか一時期なんかどっかの国にゾンビが出たみたいなデマ情報があったんですけど、あのそういうの良くないですよね、本当に。本当になんか良くないですよね。なんて言うんだろう、デマっていうのは良くない良くないですね、本当に。こんばんは。デマ、ネタバレ、これ良くないですね良くないですね、本当に。あ、こういうのは良くない。怪獣はいますか？いません、怪獣はいないです。さすがに怪獣はちょっとなんかいないですね、無理ですね。怪獣いたらちょびっくりしちゃうよね、普通に。ありがとうございます。カッパはいると、カッパもいないね、カッパもいないよね、普通に。巨人もいないですね。でも巨人に関しては昔いた説みたいになるじゃないですか。まあありえなくはない、巨人はね。いたのかな、巨人って。やっぱそうだよね、なんかいた説があるんですよ。でもこれもなんか昔のおとぎ話かなって思ってる。恐竜はいたよね。こんばんは。恐竜はいたはず。他の星に生き物で住んでる。住んでないです。宇宙人はいないです。なんかさすがになんかいなくないですか。だっていたら多分写真撮れてる。なんかだって人工衛星あるじゃないですか、写真撮れてるんじゃないかなと思う、すでにいたならね。好きに友達いますか？はい、います。私です。サンタクロースはいます。サンタクロースはいる、いるんですけど、地域性がある。さすがに一人のサンタだと間に合わない、一日じゃ、現実的にね。サンタクロース
がいるけど一人じゃない。どうもありがとうございます。うん、サンタクロースはクリスマス以外は何を、え、何してんだろう、何してんだろう。そう、これフィンランドにあります、サンタクロース村。何してんだろう。え、なんでだろうじゃない、何やってんだろうね。英語でわかんないや。サンタクロースに一日中会える、あ、一年中会えます。結構ご飯作ったりしてる感じ。もうクリスマスってめっちゃいいですよね。なあ、そうなんだ。まあそっか、そうなんだ。まあそりゃそうだよね、一年中やってないとあれだよね。めっちゃ綺麗、サンタクロース村普通にめっちゃ綺麗すぎてすごい。なんか何の映画だったか忘れたんですけど、なんかの映画でなんか、まあ、何の映画だろう、ミートボールかな、空からミートボール降ってきたみたいな、あれかな、なんだっけ、曇り晴れ時々ミートボール、曇り時々ミートボール、あれかな。でなんかさ、めっちゃさ雪国なのね、出てくる村が、多分その映画なんだけど、めっちゃさ良くないと思って、普通に雪って大変だけどいいよね、綺麗、めっちゃ雪の、サダン今年のクリスマスは何してますか、なんかあるのかな。でもあれだね、今年はさあれに参加できる、 K2 のクリスマスプレゼント交換会に参加できる、イエイ。こんばんは。そうだ、曇り時々ミートボール、こんばんは。空から何が降ってくると一番嬉しい？ぶどうかな？ぶどう、ぶどうがいいな。マスカットとかぶどうとか。どうもありがとう。こんばんは。曇り時々ぶどう、ぶどうとマスカットって感じですかね。
めっちゃいい。でも本当にあれ、なんか水から食べ物を生成できる機械が出てくるんですけど、めっちゃいいよね。普通に水が食べ物になるんですよ、あの機械があると。ただあの機械が宇宙に行っちゃったから降ってくるだけで、めっちゃ最高なんですよ普通に。よく考えたらね。こんばんは。ね、青森は蛇口ひねったリンゴジュースだから。こんばんは。めっちゃいい、めっちゃいいよ普通に。めっちゃいい、どうもありがとうございます。こんばんは。あ、フルーツなんかめっちゃいろいろあって、めっちゃいろいろあって、あの別のフルーツが今度届きます。なんかやっぱフルーツってなんかその年によってさ、変わるじゃないですか。だからちょっといろいろあって、いろいろあって別のフルーツがまだ今度届く。秋ぐらいに届く。だからまたお楽しみだね。またまた、ありがとうございます。そう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 、やっぱフルーツとかまあ何でもそうだよね。こんばんは。そう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 、そう秋までまたね。楽しみ、普通に秋まで楽しみすぎる。その年によってさ、なんかあんま取れないとかさ、なんかあるじゃんそういうの。野菜も果物も。ありがとう。1年越しになりそう。あのチケットみたいなもらってから1年越しのやつ。100名ありがとうございます。ん？メロン頼んでないな。メロン不作なんですか今年。メロン頼んでないんだよね。ハートありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。うん、今日もしや、もしや今日 NGF って放送されるの。
これどうやって見るんだろう。普通にこれテレビで見れるやつ。ちょっとこの時間まで起きてなさそう。テレビ。あ、どうもありがとうございます。普通にテレビかな。普通に起きてないな。こんばんは。そうだよね、中京テレビさんはこっちでしか見れない。うん、アイスありがとうございます。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。もうずっとなんか今日空の青さが頭から離れないんですよね。ずっと頭から離れない。離れる気配もしません。ずっと流れてる。二度目ありがとうございます。確かに七夕終わったからか。いや無理じゃないですか。私はもう転生じゃないですか。さすがにできる気はしません。できる気はしませんよ。こんばんは。最近大笑いしてる？してる？してるんじゃない？でももうさ転生じゃない？と思います。うん、こんばんは。あ、ありがとうございます。サタンから笑顔を取ったサタンじゃなくなってしまう。サタンだよ。笑顔を取ってもサタンだよ。結婚しないけど。こんばんは。でもなんかめっちゃ書いてあったな。てかなんか
巻き髪派の人多くて、なんかこれからも巻き髪にしようと思った。巻き髪めっちゃ巻き髪派の人多くて、どうもありがとう。ハーフアップはしないです。もうハーフアップはもうなんかしないってもう永遠に言ってます。ハーフアップだけは絶対にしません。100しない。なんかもうポニーテールは暑くて、もうポニーテールっていうか一本結びは暑いからもう解禁したけども、ハーフアップに関しては絶対ない、絶対にないです。絶対にない。こんばんは。はい、決めてます。全くもって似合わなくて、似合うよとかそういう次元じゃない本当にやりたくない NG レベルでハーフアップが嫌いなのでやりません。一本結びはもうなんかいいんだよ全然。もうなんかそういう感じじゃなかったんですよ。な、前までも髪の毛結ぶのは全然やってたんだけど、ハーフアップだけは本当にやんなかった。こう人生でもう全然やってこなかったですね。こんばんは。おでこ出しとどっちが嫌？おでこ出しの方がいいよね、まだまだね。本当にやらないから嫌で、やらないから普通にね、見せる見せないとかじゃなく普通にやらないですね、日常生活で。こんばんは。ほら、ありがとう。アフロはいつやるの？まあ15年後ぐらいには1回ぐらいやっときましょうか。アイさん、ありがとうございます。ユーブがにゃーっとそれしようと誘われてもしないです。そうなんですよ、今日から始まって二次元投稿会の、ぜひ皆さんも聞いてください。私いつ出るかわからないので、お気に入り登録しておいてください。こんばんは。当たりー、なんか今当たりそうだなと思った、ちょっとなんか、あ、違う、これ後出しじゃんけんじゃなくて普通に当たりだと思ったなんかなぜか当たりだと思った。今ちょっと期待した、いつになく期待したら当たった。でも気持ちが大事、当たるかなと思った今。どうもありがとうございます。グールと新規以外に熱く、全然あるよ。あんま言わないけど、あと何だろう、ありがとうございます。こんばんは。どうもありがとうございます。
ばんは。あ、どうも二度目。あ、どうも、あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。アイスありがとうございます。なんかよく考えたらもう札幌までそんな日にちないんですよね。びっくりなことに、結構びっくり。これはなんかもう結構先かと思ってたら、そんな先じゃないだよね。びっくりだよね。びっくり。でもなんか気づいたら7月も多分終わるんですよ。もう気づいたら今日が10日で明日が11日、もう7月終わるんですよ。7月が終わります。7月はで絶賛があって、絶賛終わったらおしましがあるじゃないですか。そしたらもう7月終わるんですよ。7月27におしましがあるんですけど、そしたらもう終わるんですよ。7月もう終わってしまうんですよ。やばいですよね。普通に7月が終わります。ですぐ8月が来ます。8月が来たら、8月が来たら、まあ納涼イベントぐらいか。納涼イベントで、まあ日々の公演でしょ。でもう終わります。8月納涼イベントと公演とかでさ、それで終わるじゃん多分。終わります。すぐ終わります。そしたら9月になります。そしたらもうこの暑さもだんだんこう収まってきて、もうさ終わるよね普通に。終わるよね終わるよね。で9月になるでしょ。9月になったらもう何があるかな。9月って言ったら9月ってなんかあんまなさそうだね。9月ってなんか用事ある？ないでしょ。10月になったらもう私が成人になります。成人です。あ、9月幕張になりますね。あ、幕張の抽選2時、明日までです。あ、3時か2時かで10月でしょ。11月になったらもう私はもう大人なんですよ。大人なんですよ。もう18歳だから。で11月12月12月になったらもう年が明けちゃって、そしたらお正月が来て、お正月ぐらいになったらあれかな、まあ実家に帰ったりするのかもしれないですけど、2月バレンタイン特に なさそうだね。3月、そしたらもう私はあれですね、メールの制限とか解禁されちゃう。10時までですけど、今もう解禁されて、もう自由の身になるってことだよね。そしたらまた4月が来て4月が来てで、まあ、公演とかやって、まあ、5月が来ます。そしたら6月が来て暑くなってくる。で7月、暑いね。4月がもう
暑くなって、で8月、そしたら9月が来て、そしたらもうすぐ儲か投資が開けるえ、そしたらもう19歳になって、でも年が明けて、でまだ暑くなって寒くなって、そしたら二十歳になりますね。二十歳になって、二十歳になります。私二十歳になります。二十歳になってしまう。気づいたら、このまま行くと気づいたら二十歳になってる。そしたら気づいたら21歳になって、でそしたら気づいたら22歳になってて、でそしたら23歳になって、24歳になって、25歳になって、26歳になっていく。時の流れすごいな。でもなんか本当にすぐ来ちゃいそうな感じがする。だって昇格したのだってもうついこの間ですもん。5月の20日なんて。でもなんか5月が一番長く感じて、5月の1日ぐらいから昇格までがなんか一番長く感じたんですよ、これまでの期間の中で。でもそれすらもう一瞬に感じるから、5月なんて、だってめっちゃ前じゃん。あ、なんかすごいな。こんばんは。なんか何着てるかな。25歳の時の趣味って何してるかな。何してんだろう。趣味、二十歳になったら何してるんだろう自分。二十歳になったらなんかいろいろ瞑想して、なんか俳句とか書き出してる説。俳句書き始めたりしてる説っていうありますよね。なんだろう、何してるんだろう、何してるんだろうな。みおさん家を、何してんだろうな自分って。何をしてるんだろうか家買わないでしょ家買ってそう。家買わないでしょ。今日も暑かったですね。なんか暑いよね。
通にめちゃくちゃ。でもなんか人より暑さ感じない人間なんですけど、こんばんは。この間なんかめっちゃ美味しいマドレーヌを食べて、あのマドレーヌめっちゃ好きになって、でも未だにあれを超えるマドレーヌはない。わかんないです、差し入れでいただいたやつ、めっちゃ美味しくて、マドレーヌが。どうもありがとうございます。マドレーヌ食べるとき牛乳飲まないの？飲んでたかな。マドレーヌを食べてるとき、どうだったかな。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。フィナンシェってなんだ。フィナンシェってなんだろう。フィナンシェって食べたことないかも。聞いたことない。食べたことないかも。食べたことないんだろう。フィナンシェ専門店だった。専門店だったらなんで。うわ、リンゴ飴食べたい。リンゴ飴食べたい。
ラーメンのデリバリーとかあったらいいのにな。めっちゃ需要高い。一人だけだけど。めっちゃ需要高いのに。一人だけだけど。普通にリンゴ飴食べたい。リンゴ飴食べたくて仕方ない。うーん、なんかさ、もう本当にさ、なんかリンゴ飴をさ超えるさ美味しい食べ物ない。だからリンゴ飴振らせたらいいのか。リンゴ飴振らせるのか。リンゴ飴食べたい。めっちゃヘビーユーザーです。本当にあそこのリンゴ飴にはもうお世話になれすぎてる。もう自分で作っちゃいない。違うんだよ、作るのと。違うの、作ると飴がなんかめっちゃ分厚くなっちゃう。飴が違うんだよ。だからダメなんだよ。ダメなんだよね。ほら、ありがとうございます。うん、でもなんかリンゴジュースもめっちゃ飲むし、リンゴ飴も食べるけど、普通のリンゴあんま食べない。あんま食べない。ほら、ありがとうございます。あんま食べない。ウーバー2つから注文可能で1400円。それはうーん、若干高いよね。若干高いね。2つで1000、若干高め。あ、でもなんか、あ、そんなことないか。そんなことないね。どうしても2個も食べないか。2個も食べないよね。リンゴ飴数に2個は食べれないよ。ねえ、リンゴ飴どうもありがとうございます。二度目ありがとう。スパイリンゴがリンゴ飴や。なんかその時によってリンゴの種類違うんですけど、若干酸味があった方が美味しいっちゃ美味しい。でも甘いに全振りのリンゴでも美味しい。なんか結局美味しい。ただなんかあんまり飴屋さんによってなんか下の方があんま甘くないリンゴとか使ってるお店だと下の方が美味しくなくて、あんま良くない気分になる。タラちゃんからの愛とリンゴ飴、どっちの方が甘くて美味しい？リンゴ飴。さすがにリンゴ飴。リンゴ飴です。ミニサイズだからかなりとか。ああ、なるほど。なるほど。でもなんかリンゴ飴は切ってあるやつだと1時間以内に食べないと茶色くなるんですよ。だからダメなんだよね。こんばんは。かといって自分で切ろうとすると切れない。こんばんは。アイスありがとうございます。1個700円とか700円のところもあるけど、ちっちゃいって言ってる。700円のとこもあるよ。でも全然750円とかのとこもある。ねえ、めっちゃ食べたいじゃんね。でもちょっとさすがに一人で2個は食べれないな。困ったくない？困ったさんだよね、普通に。これこんばんは。
ただ気に入ったお店リピートするタイプっぽいけど新規開拓は面白い。そんなことないよ。でもそんなことない、そんなことない、そんなことない。なんかでも結局あそこが一番美味しいから、なんか全然違うんだよね。リンゴ飴なんて一緒でしょって思ってるそこのあなた、全然違うんだよリンゴ飴って。どうもありがとうございます。でも全然違う、リンゴ飴って本当に全然違う、全然違うから、全然違います、そこのあなた全然違うから許せないですね、やっぱり全然違うのに。でもリンゴ、リンゴ飴って調べても出てこない。あ、本当だ、本当だ、あ、本当だ、あるじゃん。どうもありがとうございます。本当にあのリンゴ飴は全然違うから。何が違うかっていうと、まずリンゴを使ってる種類が違うのと、リンゴのまあ、なんていうの、はなんていうの、リンゴや、リンゴ屋さんリンゴ畑が違うのと、品種も全然違うし、飴の厚さも違うし、飴のなんか飴の食感も違うんですよ。本当に本当に良くないですね。え、普通に2個からじゃないじゃんね、1個で全然売ってるじゃん。へえ、アイさんありがとうございます。クラちゃんはリンゴ飴のプロだね。プロだよリンゴ飴大好きだから、もう大好き大好き、リンゴ飴が大好きでたまんない。普通に飴は薄めの方がいいの、厚すぎるとなんか違う飴感強くなる、なんか本当にちょうどいいのがあるんだよね。アイさんありがとう。顔の輪郭出したら可愛さが爆上がりだねって言われた、ありがとう大好きだよ本当に。リンゴ飴とはいつ出会ったの、こっち来てからですどうもありがとうございます。切れてるやつ大好きです、大好きです。そう、リンゴ飴っていうのはリンゴ飴だから、あのリンゴが一応主役なんですよ、文字数的にリンゴ飴だから、リンゴが3で飴が1じゃないといけないんですよ。そのだからそういう感じ、そういう感じが大好きです。
当にリンゴ飴、リンゴ飴って素敵ですよね。素敵すぎる。普通にリンゴ飴って素敵、リンゴ飴って素敵。どうもありがとうございます。でも本当になんかさ、もうさ、なんか、あ、入れ物は違う、入れ物は違う、見た目一緒見た目は一緒。あ、でも一緒アイスありがとうございます。見た目は一緒です。ショールームでリンゴ飴のイベントがあったらどうする？1位狙いますそんなのないけどね、絶対。リンゴ飴1年分とかってことでしょ。もう本気だよね。もう寝ずに配信するよね、普通に。リンゴ飴女王とかあったらもうね、一番ふさわしいもんふさわしいからさ、普通にリンゴ飴子とかね、なれるってね。入れ物はリンゴ飴って棒に刺さってるんじゃないのか。分かってない、今時のリンゴ飴を今時のリンゴ飴は一口サイズに切ってあります。あ、棒のもありますけど、だいたいね切れるんですよ。お店にあります。リンゴじゃないんです、リンゴ飴が好きで。なんか切るのにはなんかめっちゃね、冷やしてなんか結構鋭いやつを切ってるっぽいです。リンゴ飴屋さんのやつは。普通に食べるより美味しいよ。そう、カットだとリンゴと飴のバランスが花丸。そうなの。だって1個丸丸の食べたらもう最初らへんで飴なんか最初らへん一口かじったら飴にはなんか飴が多いじゃないですか。飴じゃないですか、一口目。違います。切ってあることによって一口で食べれるからもう全部飴とリンゴが同じ割合なんですよ。同じ比率で一口でいただける、これはもう素晴らしいことなんですよね。画期的、リンゴ飴を切るっていうさ、この考えは画期的です。いかがあるの。ううん、なんかその月ごとに旬っていうか、どうもありがとうございます。大須のお店もめっちゃバリエーションあるよ、あるよ。紅茶とかシナモンとかなんかね、今ねなんかねやってた新しいやつ、なんか黄色いなんだっけな、なんか新しいのあった。あ、そうだ、レモンクッキー、レモンクッキーがあったけど、ノーマルが一番です。かじって食べるの？逆にどうやって食べるんだえ、リンゴ飴かじって食べる以外にどうやって食べよう毎回さ、一応さ、写真撮ってるんだけど、メールとかには送って
ってるんだけど。いや、熱ぼえんする熱ぼえん熱ぼえんしちゃうレベルに美味しいりんご飴。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。いや、もうさ、もうさ、大学院もまあ嫌いではない。ヨーグルト味は割とどこにでもあるどこにでもある。でもなんかわかんないですけど、あの千葉にあるリンゴ飴屋さんより名古屋の方が美味しいです。わかんないですけど、あの私が行ったところ的に言うとこっちの方が全然美味しいです。最後の晩餐はリンゴ飴ですね。リンゴ飴ですね、やっぱ。そうだよ、リンゴ飴はリンゴ飴専門店だよ。専門店です。いや、そうなんだよね、プロフィールそろそろ好きなと好きな食べ物変えたい。リンゴ飴に。もう本当にリンゴ飴美味しい。なんかもうリンゴ飴どうしよう。リンゴ飴をなんかリンゴの木じゃなくてリンゴ飴の木ができればいいんですよ。わかりますか。リンゴを作るんじゃなくてもリンゴ飴を作るっていうのどうなんだろう。できないのかな。無理なのかな。それは無理なのかな。どうもありがとうございます。え、ダメなのかな。あ、ダメなのか。リンゴ飴の木あったらいいのにな。確かに、なんかさ、確かにね、確かにな。え、ちょっと困るかも生誕祭のディスプレイリンゴ飴の木だったらちょっと困るかも待って、同じこと言ってる人いる。びっくりしちゃった今。やば、同じこと言ってる人いる。びっくりしちゃった今。すごっ。え、なんか、なんかいろんな人が同じこと言ってる。ちょっとやめてくださいねやめてくださいね。ちょっとやめてくださいね。こんばんは、寝る前ありがとうございます。皆さん、ところで札幌のチケット取りましたか。札幌もしくは9月の幕張、皆さんチケット取りましたか。ところでね、いや、あの今流れない、ちゃんと流れあった。今あの
取れましたか？ちゃんとちゃんと取れましたかね。見に来てくださいね。もうなんか札幌の終わりじゃないですか、ツアーが。普通に寂しすぎて、普通に寂しすぎて、めっちゃ練習してめっちゃやって、この瀬戸利が終わっちゃうのがめっちゃ寂しすぎるので、最後見に来てください。見に来てください。本当に普通にこれでラストっていうのがやばい。普通にやばいです。つまかはりも来てください。はい、秘密です、セトリは。こんばんは。みんなジンギスカン食べるんだ。ジンギスカン、いやもう本当にもうちょっと やりたいよね。もうちょっとやりたいよね。普通になんかもっとやりたいよね。もっとやりたい。もっとやりたいのに。ね。でも終わっちゃいますから。終わっちゃうものは終わっちゃいますから。最後に見てくださいね。こんばんは。ほら、ありがとうございます。私は本当に今もう今寂しいから、本当にね、雨で終わりっていうのが、あれでじゃない、次が終わりっていうのが、どうもありがとうございます。え、でもなんかどこも見えそうじゃない、わかんないけど、どこも見えるんじゃないかなってこの間思ったりしたけど、どうなんだろう。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。札幌にリンゴ飴屋さんめっちゃあるらしいんですけど、それは熱すぎる。嘘でしょ。札幌日本地図で見てみます。札幌に行って、札幌のりんご飴、うわー、いっぱいあるいっぱいある、りんごいっぱいある。
ちゃいっぱいあるんですけど、めっちゃいっぱいあるんですけど、え、あ、これ違うか、うわ、リンゴ飴って、リンゴ飴って、え、何、札幌ってリンゴいっぱいあるんかな、やばい、やばいな、リンゴ有名なの札幌って。すごっ、でもなんか全然知らない駅名だ、こうやってマップ見てもなんかもう全然わからない、全然わかんない、全くわかんない、これ、わっ、わっ、動物園だ、動物園ある、雪の中の動物園ある、やば、あ、そうなんだ、リンゴ有名なのね、青森の感じした、雪の中の動物園ある、あるいいなぁ、行きたいな、いいな、すごすごいな。これ水族館とかもあるのかな。水族館。うわ。あるじゃん。あるじゃん。うわ。あるじゃん。うわ。おしゃんな、おしゃんな水族館あった。こんばんは。いいな。いいな。いいな。え、トウモロコシも有名なんだ。いいな。リンゴ、ねパフェもあるんだよね、やばいよね、普通にパフェもあって、パフェもあってリンゴ飴もあって水族館もあって動物園もあってジンギスカンもあって、どうすればいいの、どうすればいいの、どこに行けばいいの、どこに行けばいいんだ、わかんないんだけど、海鮮も食べたいじゃん、ホタテとか、どこに行けばいいの、もうこれどこに行けばいいんだ、これどこに行けばいいの、困っちゃうよね、普通に、
美味しいハンバーグ屋さんもありました。それはやばいよね、普通に普通にやばいよね。美味しいハンバーグ屋さんがありましたって、それはもう困っちゃうよね。なんかもう困ったもんだね、困ったもんだ。どうしよう、どうしよう。やば。ね。絶対おいしいよね。いいな。最高じゃん。え？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 めっちゃ、え？なんかすごいな。北海道ってすごいんだな。まあ千葉も梨が美味しいけどね。梨めっちゃ美味しいですよ。千葉といったら梨とピーナッツでしょ。千葉の梨めっちゃ美味しいからね。梨飴ってあるの？多分梨は水分量多すぎて飴うまくつかないんじゃないかなと思う。梨で北海道に挑むサータンイケメン、いや千葉がイケメンなだけね、さあイケメンじゃないから。こんばんは。よくピーナッツモナカとか言いました。いいよいいよ、そう。皮取ったらさ、みずみずしすぎてさ、飴がさつかないと思った。どうもありがとうございます。てか普通にここ伸びてさ、いい感じ。もうここだけで生きていける、もうここだけで生きていけるようになりました。いいなぁ、なんかいいなぁ。9月はロングサーターに会えるのか、セミロングぐらいかなセミロングぐらいに なっててほしいよね。でもなんかこうやって結んでると急に外した時にめっちゃ長く感じるんですよ。てか結んでるとなんか長くなるから、これからも結んでいきたいと思います。ロングサーターに会えるのは来年くらいまで終わったけど、え、でも33番目の頃にはもうさ、どうもありがとうございます。どうもありがとう。こんばんは。リンゴ飴食べたい。リンゴ飴が食べたい。
リンゴ飴が食べたいよ。はい、どうもありがとうございます。でもなんか髪伸びたらもうボブの頃思い出せなくなると思います皆さん。その頃にはこんばんは。サータンの下まつげが好きです。珍しいタイプ、珍しいタイプ、下まつげが好き。珍しい、そんな下まつげなんて見てる人あんまいないよ。すごいな、下まつげが好き。初めて言われたな。ね、今アーシャ撮ったら全然顔違いそう。わからないけど。こんばんは。こんばんは。でも普通にツアーグッズめっちゃ髪短すぎてびっくりしましためっちゃびっくり。普通に短っ、別にそんなめっちゃ前なわけでもない気がするんですけど、意外とびっくり、びっくりなレベル。確かに美味しい、何これ、めっちゃ美味しい。アーシャの頃とほっぺが変わった気がします。どう変わってますか。大好きなのにめっちゃ好き、ありがとう、ありがとう、ありがとうだよ。こんにちは。めっちゃ欲しいねこれ。こんな美味しいことある？メスレースだったのが
優しい雰囲気になって柔らかい感じなんだ。うん。それはいいことだね。柔らかい感じになってるっていいことだ。なんだろう、こうこうやって名古屋に来てこうやって戦闘態勢だったのが先輩に優しくされてウィーンになったのかもしれないそういうことかもしれない。戦うぞっていう気持ちだったのから変わったのかも。あ、どうもありがとうございます。戦闘態勢の顔だったのかな。ありがとうございます。なんか今期のおすすめのドラマありますか。まだどれも見れてないんですけど、面白そうなのはあるけどどれもまだなんか見れてないありがとうございます。誰も見れてない。でもまだそんな始まってないのかな。なんかブラックペアンはなんか最初に10分見たんですけど、やばい前回のどうやって終わったか忘れちゃったってなって今困ってる。なんかブラック黒いハサミを覚えてる感じだと黒いハサミを最後に使う先生なんだけど、それをなんか黒いハサミそのまま入れないと助からなくて入れちゃってみたいな、そういうやつだった気がするんですけど、違うのかな。そういうやつだった記憶なんですけど、なんかペア入れないといけなかったみたいな、仕方なかったみたいな、そんな感じだった気がするんですけど違う。前回の再放送とか見とけばよかった。ミスですね、これは完全に。ミスです。大ミス。あ、見えた。普通に見えるんだ、これ。普通に見れましたね。私失敗しないのでですか。映画も見たい。映画も見たいな。今何やってるんだろう、映画。映画見たい。どうもありがとうございます。空行きアンパンマン、バイキンマンと絵本のルルン、あんまなかったですねあんまなかった。知ってるのアンパンマンぐらいでした。
キングダム見てた。いつからですか、キングダムって。4月の10なんとかだっけ。楽しみですね。あ、どうもありがとうございます。二度目ありがとうございます。二次元同好会らしくアニメ見なさいって言われてる。言われてる。ハロー、どうもありがとうございます。星ありがとう。どうもありがとうございます。うん、すごい、めっちゃ初訪問、めっちゃ初訪問です。またメールに写真貼れない。もうなんかこういう、なんかこういう仕組みなの。最初貼れないみたいな。どうもありがとうございます。ありがとうございます。サタン、キングダム好き。キングダムは漫画は見てないんですけど、あの映画だけ見てる。映画だけ、漫画見てない。なんかああいう、なんていうの、ああいうのなんていうの、ああいうのなんていうの、ああいう系の漫画あんま見ないんですけど、映画だけ見た。もう本当になんかめっちゃ漫画のさ、見る感じがさ、なんか限定的だから見ないんですよ、ああいう剣で戦う系のねやつ。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。もうあの二次元同好会はあれです、多分ジャンルとかそういうの、なんていうの、いっぱい知ってるとかじゃなくて、本当に好きさを
伝えました。入りたくて。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。そう、なんかもうね、恋愛ものと歴史系となんかほんわかしてる系と食べ物系は本当に見なくて本当に見ない、本当に見ない。あ、どうもありがとうございます。好きなジャンルの漫画をめっちゃ見る。どうもありがとうございます。アイさん、ありがとう。うん、ハートもいっぱいありがとうございます。そう、ダークファンタジーサスペンス、ダークファンタジーサスペンスサッカーオンリーでやってますオンリーでやってます。まあ膨大な数ありますから、それだけ。ハートもありがとうございます。で、最近そこに喧嘩が入り始めた。どうもありがとう。こんばんは。こんばんは。どうもありがとうございます。サッカーはブルーロックだけじゃ、もうひどい。なんかめっちゃ言われるめっちゃ言われる、言われる、めっちゃ言われる。どうもありがとうございます。でもなんかでもなんかね、こういうのあるだろうなと思った。そのなんか自分の趣味とか言うと、なんか上には上がいるじゃないですか。もっと自分のが好きだよっていう方がいっぱいいてさ、なんかそういう人にさ、ね、言われたりするかなとも思ったけど、こんなに言われると思わなかったこんなに言われると思わなかった。めっちゃなんか趣味で見てるものをめちゃ言われるあ、どうもありがとうございます。2度目ありがとう。新しい漫画を見つけるときは何気が、え、でも漫画好きなお友達がいるので、その子に最近見てるやつあるとか一緒に話したり、あと何だろう、普通に何だろうな、どうやって見つけてんだろう、なんとなく見始める、面白そうなの。こんばんは。
サイズありがとうございます。ね、なんかね、そう、なんか趣味だからさ、言いづらいよね。趣味って言いづらいよね。だいぶ。こんばんは。確かになんかメールの返信とかでも異次元同好会入ってからなんかそんな異次元好きな顔にしなかったみたいな、めちゃめちゃ言われたりするんですけど、そんな表向きに言ってないけど、めっちゃ普通に一つの趣味として楽しんでるし、なんか不思議な気持ち。いつもありがとうございます。あ、そうなの？そうなの？ほら、ありがとうございます。難しいよね、なんか。やば、照れまかし、テレマカシ難しいだね。あ、どうもありがとうございます。こんばんは。いつもありがとうございます。アイさん、ありがとう。ね、難しいよね。なんか趣味ね、前からなんか漫画読むことみたいななんか書いてはいたけど、なんか言っていかないとダメなんだね。2回目ありがとうございます。いつもありがとうございます。嬉しい。先輩と連絡取れるのめっちゃ嬉しい。どうもありがとうございます。アイスありがとう。連絡来たらすぐウキウキだよ。ウキウキだよ。もう幸せだよね。なんて返そうかなって幸せな時間が過ぎるからね。どうもありがとうございます。ミオさんは結構たまに連絡するんですけど、本当に返事が遅くて、ミオさん返事が遅い。だ、返事が来る前にレッスン場とかで会う。大体
あ、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。まだそれも意図おかしいって感じです。どうもありがとうございます。意図おかしすぎる。直接の方が早い。こんばんは。ね、みおさんもうすぐエースじゃないですか。めっちゃ楽しみ。普通にいいな、一緒に出たかった一緒に出たかった。でももうさすがにもうないよね、この感じ。もう私の出る出番はないです。アイスありがとうございます。こんばんは。でもなんかあれなんですよ、ミオさんと一番最初に話したのが S 公演だったから大変意図おかしいですね。これは趣がありすぎる。こんばんは。でもなんかこの間スクランブルだった時は君江さんポジだったんですけど、もうココアちゃん君江さんポジやってるし、多分私本当に結構真面目に出ることない気がする。スクランブルでも読まれない気がする。こんばんは。ごめん、ありがとうございます。アイザーありがとうございます。S だとでも4ポジぐらいだから言うて私が呼ばれることはない気がするね。どうもありがとうございます。私もう12期ももうめっちゃなんかアンダーもうみんな出る感じじゃないですか。もうどんどん出てるよね。もう多分ないですね、私が出ること。ありがとうございます。本当に本気でないと思う。二度目ありがとうございます。こんばんは。でもなんかなんかこの間のスクランブルでやりきった感あったかなもうね、呼ばれなくても大丈夫。いつもありがとうございます。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。ね。ね。K2 もね。19までないですからね。初見ありがとうございます。うん、24のキャッツの申し込み今日まで、今日までだそうです。見に来てください。19はもう無理だから24見に来てください。見に来てください。こんばんは。でもなんかやっぱ全然違うんですよ全然違くて、普通に思ったのが、自分のペンライトがあるかないかってめっちゃ違うなって本当に思った。こう何回かスクランブル K2 だった時に、なんかトレードかなで当ててくださった方が来てくれてはいたんだけど、それでも本当に数限られた人数の方で、もうなんで来てくれるんだろうってめっちゃ嬉しいなっていう気持ちだったけど、やっぱなんかスクランブルじゃないとこう来てくれる方も多いじゃないですか。心強い心強いですよね、やっぱり自分のサイリウムがあると。どうもありがとうございます。心強すぎる普通にね。そう、ゼップも本当に水色率高くて、だからさ、なんかさ、もうさ、全然初めましてのさ方とかもさ打ってくださっててさ、びっくりだった。こんばんは。どうもありがとうございます。本当になんか握手会でも見たことないし、読み会とかでも見たことない、公演でも見たことないような方が来てくださってたりしてめっちゃ嬉しかった。どうもありがとうございます。おやすみメールを送ります。うん、それもありがとう。ステージめっちゃ見えます。普通に顔見えます。ね、もうなんか本当にツアー成長ツアーすぎて、自分自身成長ツアーすぎる。
ゆいちゃんからかき氷は太らないよねって言われたのですが、さっとのこと、どういうこと？太んないよ。太んない太んない。太んない。かき氷太んないから、もう注文しちゃおうかな。ダメかな？いいかな？そろそろいいかな？どうかな？楽しかった、本当に楽しかった。なんかさ、なんか本当にアイドル感アイドル感実感しました。こんばんは。今日一日かき氷のこと考えたのに、割と考えた割と考えたけど、どうかな。でもかき氷機と座椅子って同じような値段なんですよ。で、座椅子の方が必要かなとか思ったり思わなかった。座椅子、さすがに座椅子欲しくて、もう本当に普通に座椅子めっちゃ欲しくて、そうするとかき氷機より座椅子の方が必要っちゃ必要だなって思ってしまう。でも座椅子に座りながらかき氷機食べたら一番いいじゃん。一番いいけど、そうするとだいぶお金かかるなって思う。だいぶ。非常にどうでもいい話だが、しゃっくりが止まらない。え、あーやさんに昨日しゃっくりの止め方を教わりました。言わないけど言わないけど言わないけど、しゃっくりの止め方教わった。めっちゃためになる。よく考えたらさ、なんかこんなさ高頻度でさ配信してんのにさ、よくさしゃっくり出ないよね。自分でびっくりするよね、普通に。普通にびっくり、よく出ないよねしゃっくり。ほら、ありがとう。どうもありがとうございます。ほら、ありがとう。あ、クリリン言わないよ。もうね、流行り終わっちゃったんだよね。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。なんかくしゃみとかさ、もう出そうになる時あるけどさ、しゃっくり配信中に出るとかないよね。なんでだろう。なんかあるのかな、人間的に。ね、リンゴ飴は永遠に終わってない。だいぶ長い。
やば、急にしゃっくりりんって言われた。ちょっとまあ若干面白い、若干ね。おまあまあ、どうもありがとうございます。二度目ありがとうございます。本当だよね、本当だよね。メールを送れるっていうのがめっちゃいい。どうもありがとうございます。そう、なんかめっちゃ多いんですよね、ハザーマンの方。めっちゃ流れてくる、ハザーマン、ハザーマンって。時間かな、時間的な問題かな。なんでだろう。どうもありがとうございます。ね、なんだろう。あ、どうもありがとうございます。うん、取り任しいですね、それはもう。それは照れまかしい。なんかレナがヨーグルト食べてる。どうもありがとうございます。シャボン玉ありがとう。楽しみ。
楽しみだな札幌、めっちゃ楽しみ。てかなんかもう今すごいなんて言うんですか、もうゾーンに入ってるゾーンに入ってる。だから公演もめっちゃ楽しみだし、ツアーもめっちゃ楽しみだし、でもゾーンに入ってますね、完全に完全に。もうステージで踊りたい欲みたいな、ゾーンに入ってます、完全に入ってますね。札幌来てください全部つなげる、札幌来てくださいねって。すごいめっちゃ伸びた本当に。なんかさ、もうここまで伸ばしたいって言ってたとこまで伸びたんだよね耳のここまで伸ばしたいって言ってたの伸びたんですよ、完全に。もうここでいいんだよね、伸びたでしょ、もう耳のここまで伸ばすって伸びた、もうこれでいいんだよね。これでいいんだよね、もう十分なんだよねこれで。でもこれより短いとダメで、これより長いとちょっとあれなんですよ。あ、これより長くても別にいいんですけど、伸ばすんですけど伸ばすんですけど、伸ばしていくとだんだん前髪が薄くなってくるんですよね。どうもありがとうございます、アイザーありがとうございます。どうもありがとうございます。おお、すごすごい、謎のコメント、なんだろう、何個目だろう。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。まあ、今日もありがとう2時間半やってます、不思議なことに。なんか秒針がついてる時計を最近ホーム画面に追加したんですよ。めっちゃ便利、めっちゃ便利です、秒針が動いてるやつ、めっちゃ便利なのでぜひ。もう生活を配信に合わせていってるから合わせていってるからね。ダジョウ読めます。13位ボブ、12位サータン、11位ピンクのクマさん、10位カタナ、8位メロンソーダ嘘ついた、9位メロンソーダ、8位トラ、7位サータン、6位魔法使い、5位ひよこ、4位サータン、3位サータン、2位キャベツ T シャツ、1位バツマル、ありがとうございます。本日もありがとうございます、ありがとうございました。めっちゃ便利、秒針ついてると。あと1分40秒
あと1分20秒あと1分10秒え、本当に便利これ。ぜひぜひ iPhone の方ぜひって感じ。本当に便利。あと1分、あと1分です。あと40秒、あと35秒、あと30秒、あと25秒、あと20秒、おやすみ。あと15秒、おやすみ。あと10秒、5、4、3、2、1、バイバイ。